やだって。そう、今日は長袖。昨日迷ったけど、なんか意外と朝寒かったから半袖でいい、あ、半袖じゃない、長袖でいいかなっていう気持ちで長袖で行きました。こんにちは。うわ、なんかすごいサーカスみたいな。土曜、なんかさ、今日土曜日って感じしなくないですか。なんかなんだろう、この間祝日だったじゃないですか、木曜日が。だからさ、なんかそう、土曜日って感じがしない。今日、今日ね、相的には水曜あたりなんかね、なんか変な気持ち。なんかでもさ、祝日の時とかね、そういうこと多くなるよね。祝日が多くなったりとか、夏休みとか、なんかそういう休み期間っていうのかなになるとさ、こういう現象よく起きるよね。ね、なんだろう、あれ、曜日感覚すごいなくなる。おー、珍しく午後休みで、今帰ってきたばかりだって。お疲れ様です。お仕事だよね。お疲れ様です。お疲れ様です。土曜日、そっか、ある方もいるもんね。お仕事とか学校もね、ある方はあるもんね。いや、そうだよね。お疲れ様です。祝日関係ない仕事だから、いつもの土曜日かな確かにそういう方とかだったね。なんかもうお休みがもう土日しかない、もう祝日とか関係ないんだみたいな、私、僕の会社はそんなの関係ないんだって方はね、そんな曜日感覚なくならなそう、気にならなそう、気にはならなそうね、な気がしちゃう。わかんない、どうなんだ。そう、あゆもね、あゆ、でもあゆは基本的にな、なんだろうね、でも携帯見ると見ると日にちって書いてあるじゃないですか。だからそれで大体の日にちっていうのかなは理解してるそう、理解してます。今日は25だよね。そう、さっき見た、そう、さっき見たから覚えてるんだけど、そう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 。でもね、見なきゃあゆもあんま分かってない。そういつもね、小学校とかの時から、あの日曜日はサザエさんがやるから、あ、サザエさんがやったら明日学校だっていつもそうなってた。そう、そんな感じです。このルームは電波がいいのよって。いいですか、今日。本当ですか。そう、悪い時多い、多い、多くはないけど悪い時もあるから、なんか今日がいいみたいなので、よかったね。悪いと困っちゃうよね。よかった、よかった、良いならよかった。休みで何も予定がないときは何します、してますかって。ないとき何してるかな。なんだろう、自分が、自分だけがかな、それとも家族みんながだったら、前まではドライブとかは普通に行ってた。ドライブとかお出かけとか、ショッピング、ショッピングとお出かけ一緒か
とか言ってましたね。でもあ、そんなになんだろう、アニメが好きとかゲームが好きとかじゃないから、なんだろうね、何してるかな、テレビ見てるか 携帯でも、あとは SNS とかかな、基本。あんま予定ない時がない、自分の中での。だからそんな分かんない、何してるんだろう。逆に何にも予定がない時だもんね。何にも予定がない時って何やるんだろうね 何だろう、自分でも分かんないや。何にもなかったら、なんかもう何も考えずに何にもしてなさそう、本当に 何もしてないかもしれない。うん、何してるんだろう。何もないんだもんね 何もなきゃ、なんだろう、分かんないや。今特に決まりはない。そう、何もない時は自由に生きてる、自分の生きたいようにって感じかな。何もしていないをしている、確かに よくさね、小学生の頃とかこういうの買ってですか？友達に何回かやられたんですけど、今何してるの？みたいな聞くとさ、生きてるみたいな 生きてるのは知ってるんだって いつもなってた 中学校まであったかな、これ。今何してるの？とか生きてる それじゃない、それじゃなくてみたいな 生きてるのは知ってるよってなる。なんかゲームしてるとか LINE してるとか、もうそんなのでもいいんだけど、生きてるが一番多かった、ああいう友達 でもみんなぼーっとしてるんだね、意外と。まあそうだよね、何もなかったら何も考えてなさそう。うん、だよね。逆に皆さん何してますか？逆に何もない時何かあります？やってること。あるか。そう、なんだろうね、ゲーム好きな方とかゲームやってたりするよね、多分。漫画、アニメとか好きやったら漫画読んだりとかね、してそう。小説書いてます、だって。すっごい、すごい。あれ書けないよ あれ書けないやんっていう当たり前のことを言う。なんかさ、ああいうの苦手だった。なんかこの問題を300字以内、300字以内じゃん、300字で書きなさいみたいな、ぴったり300字ぴったり書きなさいみたいな、ぴったりに収めるの苦手だった。そう、「思います」って書きたいのをさ、「思う」とかに変えなきゃいけなかったりとかあるから、れ。そう、何百字以内がいい。な、300字で書きましょうはやだ 決められたくない そう、なんだろう、なんかさ、まださ、なんとか文字程度、500文字程度とか、程度ならいいんだけど、500文字で埋めなさいだと、まあ、ぴったりじゃないとダメじゃないですか。大変だった、いつも。そう、決められたくない 決められずに、枠にとらわず生きていきたいので。そう、そうなんですよ。でも
もすごいな、小説書けるわね、すごい。でもなんか紙芝居書くみたいな時があって、一回何かでね、それもなんかさ紙芝居ってその絵のやつのこのなんて言うんですかね、ここに絵があったら何枚かまああるじゃないですか、枚数がの、ここに来るやつに、ここのやつのここの絵の出来事をここのやつに書かなきゃいけないじゃないですか。ここに枚数が何枚かって、一番ここに、一番ここ、一番後ろに、この一番前の絵の物語を一番後ろのに書かなきゃいけないから、すごい大変だった。そう、ちゃんと最初に絵を決めてからやんなきゃいけなかったから、すごい大変だった。紙芝居全然ね、本全然読まないな。うん、中学校で終わった本読む。なんか中学校の頃はあの朝の会議じゃなくて、なんだっけ、朝の朝礼みたいなやつの、いや朝礼でもないけどなんていうんだろう、朝の会の前に10分間なんか読書タイムがあって、その時それを最後には本読まなくなったそれからね本全然読んでない。だから中3のそれで最後中3で最後本を読んだの。本当に本全然読まない。あった？あれ、やっぱみんなあるんだね。よかった、よかったっていうみんなあるみたい。そう、あって、あ、なかったって人もいる。そう、10分読まなきゃいけなくて、それで読んでたぐらい。うん、でも多分それもなかったら本当に本あんま読まない、読んでないな多分。そう、あ、本とか漫画も全然見ないので、雑誌しか基本見ないから、そうなんですよね。そう、漫画いいんだ。漫画はねダメだった。漫画持ってきてた子いて、その知らなくてダメって募集されてて募集されて、え、本ないじゃんってなった時に教科書読んでたでなんかある何年生の頃だったかな、1年生か2年生か3年生のどこかの時は、なんか先生かな、先生が、あ、先生じゃない、図書室の先生が、そう、担任の先生じゃなく図書室の先生が、教室の後ろの方にまとめて本を置いてくれてて、そう、これ読んでいいですよ本を置いてくれてて、そう、結構だからそこの方が人気だった、みんなそう、荷物、そう、本一冊分の荷物がなくなるから、そこ読めば、みんなそこ読んでた。そう、置いて帰っちゃダメで、そう、ああいうのがこう置いて帰っちゃダメだったんですよ。それでみんなそこの読んでた。あゆも魚読んでたあゆも、そう、そう、あゆもそのあのハータンのね、あれで知ってる方いると思うんですけど、あゆも荷物少ない人なんですよ。そう、基本的に荷物少なく生きていきたくて、そう、だからそう、いかに荷物を、そう、少なく持てるかっていうのがモットーなんですよ、中でそう、だからそこの絵借りてました、読んでた、それを。そう、
筆箱とかもね、必要最低限ぐらいしか持ってなかった前だから。そう、なんか中1はなんか結構持ってってたけど、中2中3は本当にシャーペン2本にマッキー1個、ボールペン1個の、なんだっけ、消しゴムとか、本当必要最低限のものしか持ってかなかった。あと色ペンを何本かみたいな。そう、ごちゃらない色ペン、色がごちゃごちゃしないような色を持ってってたって感じだね。僕当日に時間割り見て調べる人だったんだけど、愛ちゃん前日にちゃんとしてた。その時その時かも、してる時としてない時があった。でもそうだね、基本的にアイドルもその日かな、忘れ物しないよね、その日の方がって感じだった。そう、でも中学校の頃とかは友達にその持ってく、何が変わる時ってあるじゃないですか、中学校の頃って。あのやる科目が時々先生のあの都合とかによってそう変わる時があったから、そういう時はあるから、基本的になんて言うんだろう、学校に最後まで入れない時とかは友達に聞いて、必要なものとかやる科目全部聞いて、そうやってたから、まあ朝だったね基本的に。そうだから多分それが染みついてたんだと思う。だからその入ってから結構朝の方が多くなった。でも基本朝基本朝だけど時々前日。そうそうそう、中学校の時は無駄にカラフルなボールペンを15本持ってたいっぱい持ってる。でもいるよね。でもあいも色が足りない時とかはいっぱい持ってきてるお友達に「え、貸して」って言って借りてた「この色貸して」って言って借りたりしてた。え、そう、すごいその子絵が上手で。そう、絵が上手だし、そう、なんかその当時、今は知ってるけどその当時全然知らなかったんだけど、絵に絵描くじゃないですか、自分で絵描いて、そう色を使うんじゃなくてマスキングテープでそのなんて言うんですかね、色をつけていくというのかな、そう、そういうのもできたり、なんかもう本当に才能満載な子だったんですよ。だからそう、すごい色何本持ってるんだろうってぐらいいっぱい持ってて、そう、すごかったの。すごいよね、マスキングテープでやっちゃう。しかもすごいの、もう美術館みたいな本当にそれぐらい上手で、すごかった。だってさ、中学校の頃はさ、マスキングテープは思いつかないじゃないですか、どちらかといえば。もう思いついちゃうっていう、すごいよね。3時のやつは何を吸い込んじゃうの吸い込んじゃない、吸い込んじゃう系の方か、はい。今日はね、わかんない、食べないかもしれないし、わかんないって感じ。皆さん何か食べるんですか、おやつ。でもさ、3時ぴったりに食べる人っていなさそう。え、いるとは思うんだけど、なんて言うんだろう、あの、そう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、違う時間の方が多そう、多そうじゃない、どうなんだろう。みんな何か食べるかな。今ね、買ったシャインマスカット大福食べようかな。だってコーヒーを飲んでる。おお、いいね。あゆさ、今フルーツ大福食べた、ずっと食べたい。あゆ、ここ
半年ぐらいフルーツ大福ずっと食べたくて、なんか前行ったんだけど、ちょうどお休みで、お店がすごい前だけど何ヶ月か前ぐらいに行ったんだけど、お休みで、はあちゃんと、そう、今ちなみに食べてみたいのはキウイ。いちごは食べたことあって、おいしい、おいしいいちご、いちごの大福はおいしい、すごく。あんこ苦手なあゆでも食べれるって感じかな。いちご、白あんと、でも黒あんっていうのか、普通のあんこがおいしい。白あんもあるよね。あれね、いつだろう、いつかな、フルーツ大福最後。あれかな、最後に食べたのは、単独コンサートの時に、そう、差し入れで、フルーツ大福、いちごの、いちご大福が届いてて、そう、それで食べたのが最後か。そう。そうそう。帰りがけにソフトクリーム乗ってるコーヒーゼリー食べてきたって。おいしそう。おいしそう。おいしそうだね。いいね。いいねっていう 冷凍たこ焼きをチンしてるって。おお、たこ焼きあゆ、この間食べたかった、たこ焼き。マドレーヌを極めるわ、だ、きわ、極めるのわ、だって。マドレーヌおいしいよね。最近食べてないの。いつだろう、ゆきりんさん食べたの最後かも、マドレーヌ やっぱマドレーヌ会だからゆきりんさんとか最後だね。おこわ食べましたって。おお、おやつにがっつり おやつというよりも食事だね、おこわだと でもいいと思います、皆さん いいね、みんな違った、いつも聞いちゃう。今は何時だ、8分だって。じゃあちょっと短めですが、10分になったら教えてください。10分になったらランキング発表しておしまいにしたいと思います。あと2分ですね。教えてください、お願いします。でもそんな今日はあゆが唯一ハマったアニメ「鬼滅」がね、そう、無限列車編やるのよ。はい、結局映画見に行けなかったから、すっごい楽しみ。ノーカットじゃないですか ノーカットじゃないです。カットされないじゃないですか。カットもないじゃないですか。ノーだから。そう。嬉しい。カットされるかなと思ったんです。そう、見に行けなかった身としては、すごく嬉しい。そう。ありがたい。見に行ってたらね、全然カットでもいいんだけど、そう、見に行けてなかったから、そう、嬉しい、嬉しい。なんか前髪がだんだん変になってきた。そう、煉獄さんの回ですよね。でもなんかあれの、なんか見ちゃったんですよ、調べちゃったんですよ。そう、調べてどうなるのか見ちゃったんですよ。だからまあ、答えは知ってるんですよ、どうなるのかは。そう、答えは知ってるの、あらすじ読んだから。そう、分かっちゃった、あらすじというか、なんかなんとなく読んじゃったから分かるんですけど、まあでもね、そう、楽しみです。お、10分ですって、ありがとうございます、ありがとう。ね、皆さんも見る方いたら
明日の話題になってそう。ああいうのぜひねえ、ね、楽しみだ。7時からだっけ、あと何時間後だね、楽しみ。はい、そしてランキングを読んでおしまいにしたいと思います。全然そしてではないけど、ランキングを見ます。13位、翼欲しいさん、ありがとうございます。12位、勝人さん、ありがとうございます。11位、白うさぎさん、ありがとうございます。10位、さんまさん、ありがとうございます。9位、プニンさん、ありがとうございます。8位、カンさん、ありがとうございます。7位、チーフさん、ありがとうございます。6位、君の瞳に恋してるさん、ありがとうございます。5位、石井哲司さん、ありがとうございます。4位、ひびきちゃん、ありがとうございます。3位、翔太さん、ありがとうございます。2位、綾乃さん、ありがとうございます。1位、人生方向音痴さん、ありがとうございます。はい、見てくださった方やコメントや星やギフトなども本当にありがとうございました。ありがとうございます。また明日もぜひ見てください。ありがとうございました。